こんにちは、岩田書店の岩田です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で1万円選手をやっている岩田書店の中の人である岩田がただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのお供にどうぞお楽しみください。毎週月曜日に撮影してるんですけど、今日は火曜日です。12月19日更新日の朝に撮っております。なぜかというと、昨日月曜日の朝、いやもうね、あの雪やばかったっつう話っすよ。もうね、あの日曜日の夕方昼ぐらいから、あーやばいなーっていう感じではあったの。外とかももう昼下がりからね、わーっていうぐらい、なんか暴風雪、ホワイトアウト、砂川市サービス終了みたいな感じで、もう窓の外がね、砂州ですよ、砂州。そんな感じになってて、もう明日ダメだなと思って、早々と目覚ましをかけ、で6時から、まあ、除雪を開始したわけですけれども、もうね、ちょっとね、歯が立たないっていうレベル。70センチぐらいは積もってたんじゃないかな。なんか膝上だったもん。歩道の除雪も来てなくてさ、歩くんだったら国道を歩くか、雪中行軍みたいななんかそういうね、膝上の雪をこうグッグッグッて漕ぎながら行くかみたいな、そういう感じでした。途中でビバークしないと無理かもしれないっていうね。なんでもうね、朝一でね、小学生はもう、ごめんなさい、道がないので行けませんっつって学校に連絡して休ましたもうだって無理だもん、国道歩けなんて言えないしさ、私が先導してね、雪中行軍するっていうのも全く現実的じゃないっていうか、もうそんなのやってらんねえって思ったから、そんなことよりもとにかく私は家の前を除雪して、なんせ車を出せるようにしないと配達に行けないっていう、その思いで必死で3時間ノンストップ除雪したわけですよ。いやー偉すぎる。はい。あと本当なんか毎回除雪のシーズンになると思うけど、本当に機械の力がすごい。まあ除雪車の話、除雪をする機械です。人力が儚い、本当にもうなんかかわいそうです。人力は何にもできないそれぐらい機械の力っていうのはもう無限大ですね。いやーもう久々に、あー積もったなーっていう。全然なんか雪で休校とかなったりしない地域なのでね、もともと豪雪だから、だから多分ね、雪で学校に行くなって言ったの初めてかも子供に。送っていけるとかさ、全然行ってる子たちもほとんどいっぱいいたんですけど、なんかもうマジで歩道ないのは無理だわと思ってでも私もなんかもういいやって感じになっちゃったんでね、はあ、そういう感じの天気でした。これさすがにこれもうないよねって思ってるけど、わかんないからね、令和ちゃんはね、どんな気象状況になるかさ、もうはしゃいじゃってあの令和ちゃん、いやおかしいでしょ、降らせる量っていうさ、これ本当に言いたいんですけど、とりあえずまあ午前と午後と私は頑張ったわけですよ。でもちょっと膝上がんねえなみたいな、先日の呪術廻戦のアニメご覧になったかわかんないですけど、虎杖悠仁がねマヒトっていう特級呪霊と戦って、足がねもうガクガク震え出して、自分の足をバンバンって叩いてね、足をしっかりしろみたいなシーンがあるんですけど、あれあれでした。もう虎杖悠仁みたいな感じになってね、もうそういうぐらいの、おかげさまで運動したおかげか知れませんけど、朝までぐっすりでしたね。気絶だったのかもしれないもうね、肩とか痛すぎて、昨日の夜寝る前に痛み止め飲んで、もう朝までノンストップですよ。いやーよく寝たのか気絶だったのか私もちょっと定かではないけれども、久々の運動をさせていただいたということでね。んでその辛かった話をしたいんじゃなくて辛かったんだけど、ただいろんな人に助けていただいてね、一人ではなかった、もちろん家族もいっぱいやってくれたし、あとその機械の力ね、もうすごい活躍したのでね、あとご近所の力もうね、各方面に助けられて生きてるんですけど、そんな私でもね、やっぱりさすがに外に3時間連続ぶっ通し除雪っていうのは
まあまあね、徳を積んだなって思ってたの。なんと昨日、私そういえばソシャゲ始めたって話しましたソシャゲ始めちゃってさ、呪術廻戦の、ファントムパレードっていう、まあ、なんていうの、存在しない記憶のゲームなんですけどどういうことって思うでしょ。あのエピソードとして、存在しないエピソードとかがたくさん存在しちゃうゲームです。ありがとう。そういう、なんていうかな、本編ではなかった話とか、本編ではありえない話とかね、この人死んじゃうでしょ、いや死にませんけどみたいな、そういう強めのね、そういう楽しいゲームですわかんない。そのガチャがね、急にガチャの話始めるんですけど、昨日月曜日18日から、呪術廻戦ゼロコラボでゲトースグル、それからあのが SSR ね、 SSR ってめっちゃいいってこと、めっちゃ一番いい強いカードでゲトースグルが出る。あと、なんて言えばいいの、なんか とにかくいいカードってやつあんのよ、そのオプションカードみたいな、なんていうの、くっつけるカードくっつけたら強くなるよみたいな、そういうのがあって、それの SSR2 枚がもう絶対に欲しい呪術廻戦ゼロのね、あの 紙シーンなわけですよ。その紙シーンのカードが出て、計3枚欲しいとにかくあったわけ。 SSR っていう、レアカードです。だから普通のカードより出づらい、出づらいけど、昨日はピックアップって言って、その私の欲しい3枚がいつもは出づらいんだけど、通常よりもちょっぴり出やすくしてありますよっていうガチャが始まったわけですよ。なので私はもう今までね、ためにためたガチャポイントみたいなやつです。あとそのガチャのキャンペーンに合わせてかな、なんかチケットみたいのがもらえるんですよね、その運営から。で10枚チケットがあったから10回くじ引けるなってなって、まずその10枚を突っ込んだ。そしたら欲しいのがまず1枚来たわけですよ。でね、 あとは自分の自前のその貯めてたポイント、私ために貯めて10連っていう、10回いっぺんに引く、10連すると、なんていうの？ちょっと確率がアップするっていうのがあって、1回ずつ引くよりも10回まとめて引いた方が、いいカードが当たりやすいよっていう、そういうシステムがね、ガチャ界にはあるんですよ。で、その10連を10回できる。100回ね、引けるぐらいは貯めてたわけ。まず10連1回ぶち込んだの。来たんですよ。スグルゲトーが。1回でっていうか、まあその10連1回でね。で、そのまま、まず欲しいのがもう、それで2回やって2回で来ちゃったわけ。で、最後ね、最後っていうか、もう1回10連入れたら、欲しいのまた来ちゃったわけ。だから私、本当に、すっごい少ない手数で、欲しい3枚が集まっちゃったの。これは、次にね、私が絶対欲しい、キャンペーンが来た時に、大爆死をする前触れなのか、それか、3時間除雪をした私の得、ね、除雪ポイントですよ、ね、がガチャ運に変換されたかっていうね、もうね、分かんないけど、まあそういうラッキーがあったっていう話。まあたださ、私の最推しは七海健人なわけで、ゲトーするのは2番手なんですけど、2番手でこんだけ来るってことはさ、最推しでなんか大爆死の予感しかしないなっていう、もうこう言ってたらさ、もう言っちゃダメなんだけどさ、引き寄せちゃうから、でももうなんかそう思っちゃったからもう言ってね、言ってみんなにもマジかみたいな、そういう感じ。あー、ちょっと今腕を動かす、腕が痛い、筋肉痛です。翌日筋肉痛、まだまだいける、いや分かんない、筋肉痛じゃないのかな、これはいつの筋肉痛だいみたいな筋肉痛はさ、ほら年を取るとどんどん遅れてやってくるからね、君はいつの筋肉痛みたいなさそういう、君はどの風邪みたいなそういう雰囲気できちゃうから、いやーちょっと分かんないですね。だって足とか全然まだ平気なのよ怖えーでもなんか明日とかなんかもう動けなかったりしてね、やだわ。まあそんな中ね、昨日無事にギリギリでしたよ。時間ギリギリで車が出せて、時間ギリギリ、なぜ時間ギリギリかっていうと、隣町のね、新聞屋さんにその本を配達しなきゃいけないの、10時までに。10時でもちょっと遅いんだけど、だから最悪10時までと思って、もうごめんって思いながら滑り込んだら、なんかいつもと雰囲気が違って、なんか、いや今日大変っすねって入ってったの。そしたらもう、
もう大変で、新聞4時間遅れで入って、もう配達する人もみんなあれだからどうのこうのって言って、もうえらい大変な目に遭ってらして、私がそんな時間がギリギリだったとかマジでどうでもいいみたいなごまかされちゃって、ああと思っていやすごい大変そうだった。それで電話かかってくるんですって、新聞屋さんに。新聞来ねえって電話来るんでしょ。いやもうさ、あの、いやほんとさ思うんだけど、外見たらわかんねえって思わないなんかっていうぐらい降ったんですよ。本当に誰が見ても降ったし、今日はもう異常だし雪かきするしかないしみたいな、してももうこうだしみたいな、誰もがひどい目に遭う日っていう感じ、地域的にね、だったから、いや新聞そりゃ来ねえだろみたいな感じのね新聞に限らずそういうね配送ものですよ。なんかいろんなものが遅れるのはあの分かるよねっていうことなんですけど、それでも新聞屋さんにじゃんじゃん電話がかかってくるっていうのがすごい、なんかいやマジかって思ったっつう話っす。もう別にね、次の人合わせて合併号とかでもいいんじゃないですかね昨日無理だったんで今日2つ来ましたみたいな、ありだよね。私は本当ありだと思うんですけど、いやーまあそういうね配送関係は大変ですよ。こっからどん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 大変になるからね。もう昨日の大雪であの2車線が1車線になりっていうのがどん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 増えて、で国道じゃなくてこう中の道ね、住宅街とか一本入るともうすれ違うのもみたいな、だからもうお先にどうぞよ、もうちゃんと先まで見てね、ああ今行ったらあれがこうだなとかってちゃんとね予測して運転しないと本当大変なことになっちゃうから、ここから先はもうみんな気をつけてね行きましょう。もう私も疲労のあまりぼんやりしてる時あるからもう気をつけないと。はい、すいません、気をつけますという熱くね雪かきとガチャについて語ってしまったということです。一応記録としてさ、その雪かきの日で雪の様子をね撮っといたわけよ、写真でね。まず一発目、玄関外扉を開けて、もう膝までもうお前よみたいな感じでね、雪が家から出られないんだから。そして車を見るとさ、人類がいなくなって数千年みたい、数千年はちょっと経ちすぎだけど、そんな感じ、人類がいなくなった世界みたいな感じで、もう終わったーっていう感じのね、うん、になってて、いやーもう大変っす。まあね、雪降る地域の方も降らない地域の方が降ったら大変だからね。だって除雪道具もないじゃん、いつもなんかテレビとかで見るとさ、ああと。ああいう時はほうきいいからね。あ、でも雪質が違うからダメなのかな。私なんかはほうきで最初わーって吐いちゃうんですよね、玄関周りと。そっからスコップとか使ってやるけど、べちゃっとしてるもんね。さ、帰って何がいいんだろう、しりとりとか。いや腕が死ぬわ。いやない場合だよ、何もスコップとか今変わるものを探してるけど。でもまあ雪降らない地域の人たちって別にそんな溶けるじゃんね、で除雪しなくていいんじゃないそういうわけにもいかね分からん、もう違う地域のことは分からんわ、マジでね。そうだわ、お互いにね、いろんな地域の方がいらっしゃいますから教え合っていきたい。はい、そんなこんなですわ。年末に向けて、そうで、私偉いから、偉くはないけど、普段が偉くなさすぎるので、普段がやらなすぎるので、ちょっとやっただけでも威張るんですけど、土曜日日曜日とかに片付けをしたっていう話年末のね、久々に台所のこう一斉放棄っていうんですか、こうね、行くぞ親方様、うおーみたいな感じで、ちょっと普段と思ってるところとかも全部やり磨き上げ、あれ良かったな。なんかね、セブンイレブンのプライベートブランドみたいないっぱいあるじゃない、セブンなんちゃら、そのこうウェットティッシュタイプになってて、で中にそのキッチン、シンク、なんとかコンロ用みたいな、そういうなんかウェットタオルっていうの、なんかその使い捨ての拭いてポイってするやつね、
のその洗剤付きっていうんですか、そのそれに適したアルカリ電解水ですよ、電解水プラス油汚れだったかな、それがあって、なんかそういえばタダでもらったなと思ってさ、使ってみたら結構良かった。なんかこう換気扇のほらね、普段あまりやらない換気扇の方とかね、こうちょっとそっとそこにちょっとつけといてさ、ペタッと貼り付けて、で少しちょっとだけ時間を置いて、こうちょっと横にスライドさせると、まあ黄色い汚れ、あなたそんな顔してたのねみたいなさ、あ君そういう感じだったか正しくはみたいな、ええ、本当にこのズボラがさ、ズボラが服着てギリギリ服着て歩いてる感じでさやってるんですけど、本当によく家族我慢してるなって思う。もうダメ、もう私が人に誇れることなんて、なんだろう、本当に人に誇れることって、あの毎日楽しく生きてることぐらいしかないんですけどあのね、楽しく生きるためにいろんな人に犠牲を強いてる結果、あのそのなんか、あ換気扇ってこんな色だったんだみたいなさことになっちゃってるわけ、本当に申し訳ないというね、あの そういう綺麗に掃除したよっていう話です。はい、他にもね、お客さん来るからさ、お客さんつうか、あの久しぶりに弟がね帰ってきたりするので、こう体裁を整えたいんですけど、私のこのパソコンのデスク周りとかが本当に、私紙物の整理が苦手で、こうねこれやばいんですよ。一旦全部出せ、下ろしてね、一回ここ平らにして、そっから片付けりゃいいんだよね。分かってる分かってるけど、先に目に見えて綺麗になるキッチンに手をつけてしまったの。あとこう本の部屋のあれとかあれとかも心の中であれあーって思ってんですけどっていう話を今日グダグダとすごい延々としてしまいましたが、皆様掃除の方はいかがお過ごしでしょうか。掃除の方は進んでる、年末の仕事も詰まってきてるからさってなるよね、みんなね。いいのいいのいいの、全然あのその人のできる範囲でいいです。はい、大丈夫です。でちょっともしやれた思ってなかったけど、あこう今日これができたってなったらもう超褒める。はい、素晴らしい、褒め合っていこうということで、意識低く生きていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。